オマハ級のマーブルヘッドですよ。かの対戦であっちこっち行ったりしたんですよ。まあお互い気楽にやりましょうよ。チョリース、マーブルヘッドですよ。あなたが指揮官ですか？イケてる感じです。うん、仲良くやりましょう。天秤座の今日の運勢は大吉でーす。上官と部下だなんて真面目すぎてつまんなくありません？仲良くやりましょうよ。指揮官、2時間後にメンフィスにネイルのカラーリングをしてもらう約束があるんですよ。多分1時間はかかりそうですから、任せたい仕事があったらその前にどうぞ。ここは指揮官、ここさ、私もよくわからないですけど、間違いそうな雰囲気ですよ。捺印を確認しまして、数字のチェックとレポート。ん？私何もやってないですよ。気のせいですよ。指揮官、今自撮りしてるんで、ちょっとそこどいて。うわっ！指揮官、最低ですね。指揮官、任務が終わったら注文したミルクティー持ってきてくれません？甘さ控えめでー。指揮官ってガリ弁タイプ？私も、私も、そういうタイプ嫌いじゃないですよ。新しいメールでしょうか。見なかったことにしましょう。指揮官、なんか食べます？ケーキ焼いたんですよ。指揮官、委託が完了する予定時間ですよ。私たまたま時間を覚えるのが得意でして。へえ、私のこと気になります？適当にやりますよ。指揮官、笑って笑って、記念にシャメ取るっすよ。戦闘の分析、しっかりやりませんと。なんでもないっすよ。くらってもらいますよ。ここはちょっと、真面目モードですね。指揮官って、つまんないですね。やっぱりコンコードたちと遊びに行こうかな。ぶら下がってるこの写真のこと？ああ、この地味っ子が私ですよ。そんなことより、遊びに行きましょうよ。別に、元地味っ子ってことを隠そうとしてませんよ。まあ、昔は昔、今は今。ちょっと派手な私の方が、私らしい気がしますんで。というわけで、よろしく。まあ、なんというか、お仕事とか勉強とかばかりじゃ、世の中の楽しさがわからなくなりますよってやつ。私は今楽しいから、もう地味っ子に戻ってと言われても戻りませんよ。指揮官は、私みたいのがタイプ？かどうかはわかりませんけど、私、実は指揮官がタイプなんですよ。じゃあ、付き合いましょうか？まずはデートから。
やっぱり指揮官と私は相性がいいですね。そりゃ指揮官の好みとかとっくに調査済みなんで。じゃあ今日も一緒にどこか出かけます。オマハ級前進でーす。ギャル力磨いとく。アズールレーン。これは私宛ての、サンキュー。これ超イケてますね。指揮官めちゃ好き。今日の指揮官の運勢は大吉です。指揮官、これすごく面白いですよ。マネジメントと哲学の本ですけど。指揮官、母校の七不思議って面白すぎません？今度非番の時に見に行きましょうよ。派手でも地頭をバカにしちゃダメですからね。指揮官がどこで詰まってるか見してよ。指揮官、もうちょい近く。写真撮ってあげますよ。あたし、スタイルいいでしょ？サークル体験でいろいろ悩みましたけど、やっぱりボクシング部に入ることに決めました。だって運動したい時もあるでしょ。指揮官も私と一緒にトレーニングを楽しみましょうよ。指揮官、まずはウォーミングアップから。工学のために筋肉について勉強し始めましたけど、これ意外と奥深いですね。つまらないお仕事とか人間関係とか忘れて思いっきりトレーニング頑張りましょうよ。ちょっと休憩。ここは MME の大会の映像でも見ましょうか。指揮官、オマハのやつ見ませんでした？絶対どこかでつまみ食いしてるんですよ。見逃しちゃダメですよ。指揮官さ、練習中にさ、どこに目をつけてました？あえて胸で受けて衝撃を逃がすというガード、ありかも。お疲れさーん。塩分補充用のドリンクでもどうですか？こんな感じでデートとかもありですね。ほら、拳で語るとも言いません？なんて。指揮官、私の気持ちをしっかり受け止めてくださいね。